ひろゆきさんはハリーポッターの作者のように福祉のもとに面白いコンテンツを生み出す人が出てることを期待しているようですが私は日本の独特の閉塞感こそがコンテンツを豊かにしている源泉のように感じていますこの点についてご意見いただければ幸いですよろしくお願いしますえっとあの僕童貞力っていう言葉をたまに使うんですけどあの童貞の人の作る物語は面白い問題っていうのがあるんですよねその要はその あの、モテたいとか、そのモテるために何をすればいいかみたいなのを、すごく熱心に考えて、あの、無駄な努力をしている人の作る作品っていうのが、あの、検討外れで面白いんですよね。要は、本当にモテたいと思って頭のいい人がやってしまうと、多分、普通に金稼いだらモテるよね、とか、整形したらモテるよね、とか、いい服着たらモテるよねっていう正解にきついってしまうんですよ。 ところがそのモテた経験のない人はなんかその俺はモテないんだっていうのをそのエネルギーを何かものの制作にぶつけたりするんですよね。っていうのであのめちゃめちゃ面白い作品を作ることがあるっていうのがあってなのでやっぱりその,あの恵まれてない人の方が面白いことが多いんですよね。でまあ分かりやすい例でいくとあの顔の綺麗な人で面白い女性がいるか問題っていうのがあるんですよ。 あのイケメンで面白いはたまにいるんですよね。あの絵本作家のプペルさんとか。なのでイケメンなんですけどそれなりに面白いと。でただ、微審でめちゃくちゃ面白いって僕見たことないんですよね。で多分、あの微審だと面白いという能力を。はい、すいません。あの育てる必要がないっていうので、あの結果としてその話術を磨く必要がないので、その。 自信の人はッ術を磨かないままあの幸せに暮らしてしまうっていうのがあるんですよね。はい、やっちゃいました。すみません。結構長い間置いといたから大丈夫だと思ったんだけどな。えっ、ー、と、タイトルと違いますけど、今日はチルアウトっていうウィートビールで5%のやつを持ってます。はい、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 すみません。えっ、ー、と、コメントで橋本環奈ちゃんってあるんですけど、橋本環奈さん面白いこと言ったことあるんですか あの僕が知らないだけですごく面白いこと言ってるんだったら教えてください。であのたまに美人がバラエティ番組に出てたまたま面白いことを言うあるんですよ。でもその,あの定期的にバラエティ番組に出て定期的に面白いことが言える人って僕あんま見たことないですよね。やっぱていうのがあるのでその何か面白さを定期的に維持してる人っていうのはやっぱなかなか難しいんじゃないかなっていう気がしますけども。 滝沢カンさんと,面白いのへとはいえあの僕テレビそんなに見てないのであのよく分からんっていうのもあるんですけど研ナオコさん研ナオコさんが美人かどうかっていうのは評価の分かれと思うんですねあのあアンミカさん別にスタイルはいいけど美人かっていうとまだ微妙なラインだと思うんですけどはいすいません失礼なこと言ってすいませんはい